はい、こんにちは、ゆうです。今日もファイトリーグをやっていきたいと思います。はい、で現在191位とかなり落ちてしまっているんですけど、の青い少年とミスマインがなかなか強力ですね、ショップケアので。それにちょっと対しての勝率が悪くなってしまったっていうのがあったので、試行錯誤した結果、マスキングだったらいけるということが分かりました。はい、マスキングだったら、まあ、別に GGG のレンチ対策とか左下対策もできるし、で、まあ、仮に青い少年に処理されたとしてもマスキング罰金とかだったら逆にありがたい可能性もあるので、これだとその2つの強いデッキに、対応できるということで、僕持っていないんですけど、これだといけるんじゃないかなということで、今現在これで3連勝できているのでやっていきたいなと思います。よし、やっていきましょう。まず第1戦目は早速ミスマインの GGG ですね。よーし、勝つぞ。このままじゃこのピリオド終われない終われないぞ。やるしかない。さあ早速マスキング来た。久しぶりだな、マスキングちゃんとリーグで使うの。ピリオド10かな、10か1110かな、以来かな。9だったかな、10だよね。だからさあハーモニーを12番。あ、なるほど、12番か。これは花ちゃんマスキングでいきましょうかな。いきましょうかな。うん、花ちゃん9番からのマスキング8番でいいんじゃないでしょうか。ガンガン攻めていくデッキではないので、まあ、自陣に配置しつつ、処理しつつ、ダメージをちまちま与えていって、デュラハンチャンスを狙うっていうのが、まあ、前から同じ戦い方ですね、前使ってた時と。さあ、ソフトクリーム編成してるんですよ。フェンスマックスのソフトクリーム入れてるので、処理やすい、自分のキャラを。これマスキングでも処られるかな、さすがに。これは処られそうですね。回復できそう。ハナちゃん絶対残り、マスキング処理。なるほど、これはいいんじゃないかな、結構。さあ200回復の前にダメージか。さあこれがいいとこですよね、次ターン強く返せるっていうのが。ただラムちゃん使いたいけど、使うとオーディオ処れないか。ソフトもったいないな、ちょっとでも。ソフトでも処れないか。ラムちゃんここ置いて、ハナちゃんも全回復にさせる。まずはで、この後どうするかだな。だオーディオ処れないんで、レンジポジションを取るか攻めるかだけど、レンジポジション取った方がいいかな。処れないんだったらディラハンで処るって言ってもあるんだけど、ちょっともったいないよね。うん、これはレンジポジション取りましょう。ここで上のために前進。さあ全然強く返せなかった処理方法なかったよね、なかったと思う。ただオレンジポジション取ったし、このオーディオガールとリンクしつつ攻撃するのはちょっと難しいはず。 OKOK、ラムちゃん再び、まあ、結局結構回復されちゃうけど、これはまた花ちゃん残るので、オッケーオッケー。2体残りで200回復、まあ相手も1位マックスになっちゃったけど、まあ、とりあえずオッケーかな。さあまたラムちゃんがいるので、オーディオガールが400だったらしょれるね。でランタンもしょれる。ただラムちゃんがしょれないかな。他のオーディオだったら、オーディオじゃない、オーメン剣だとラムちゃんが残っちゃう。ナイスクリティカル、スーパークリティカル、まあ必要ないけど、まあ仕方ないですね、ここは。いい感じの配置できてるので、とりあえずいいでしょう。さあ、ラムちゃん残しだけど、ジャハン来た。さあこれデュラハンチャンスになる可能性がある。
さあハーモニーで攻め、これはマスキング処理だね。応面剣外れた場合次守りじゃなきゃいけない。応面剣外れる、マスキングも外れるんで、とりあえずこのターン処理なし。で花ちゃんに入ったのでうまくやられると回復できないかな。ただ応面剣が残りそう、残らない場合は守りランタンとかになるのかな。ランタンとか、ハーモニーになる、リクライニングじゃないな、なんだっけ、バーナードか。なるほど、さあ全処理にやりましたね。うまいこと処理されてしまった。ただバッキンとマスキングがどう転ぶか。あ、ハーモニーに行かないのか。なるほど、ということはバッキング残りか。これはジラハンかな。なるほど、ジラハン、あ、リーダーには100しかいなかったか。ジラハンでメロディーで最悪絶対しょれるので、ここはジラハンからのバッキンガム次第かな。ハーモニーに入ったらラム、かなちゃん3番でいいし、入らなかったらメロディーでどうしようかな、8番取るのもありかもしれない。とりあえずこれは4番、じゃあ5番ジラハンでいきましょう。さあバッキンが、まあ、どっちでもいいかな、敵リーダー入ったら入ったら強いし、昔のバッキンやったら絶対敵リーダーオッケー、敵リーダー了解。なので残り相手がこれで1100でしょ。ファイティングバーストで300回復なんで、これ1400700与えておきたいかな。ダメージ優先でいきましょう。ここは練習頑張るぞ。さあダメージ優先でメロディーをちょっと弱い配置したけど、これで700ダメージなので残り相手700、ファイティングバースト使ってもなので行く可能性はあるけど、行かない可能性もダメ100は全然ある。あ、700行く、近場でナイス。ただラムちゃんとランタン結構使ってきたので回復されるかな。されますね、やっぱり。ただ先手がそこ配置なのでミスマインのスキルがそこまで怖くない。さあただ800はクリティカルすれば行く、そしてメロディーも残っても行くので次攻撃できないんじゃないかな。 OK です、勝てましたね。よしよし、よかった。さあこの調子でランキング戻していきたいですね。今191位でしたっけ、だったと思うので、何位に上がるか頼む。4連勝それなりに上がってくれ。 OK172、よし、第2戦目やっていきましょう。お、JP ですね。ランキング近いので負けたくない。こちらの高校。さあ、どう来るかな？なるほど。メロディー花ちゃんで守る形になるか。700前だったらメロディーとかで、あ、なるほど。レイブはそこ？みんな帰ってる。これは配置ミスですよね、絶対に。どうしようかな。逆に、あ、まあでもショルカー、まあ、あんま強い配置にならないけど、あんま強い配置にならないけど、まあ残しで花ちゃん上に打ち込んでもいいんだけど、まあ、ちょっとあそこにいられると厄介っちゃ厄介なので処理ましょうか。ここはこれでいいでしょう。ナイスクイックカル。さあソフトクリームラムちゃん、オーメン剣、バッキン、マスキングは来ないな。さあクレアローでクリーンさ、やばいね、クレアローはやばい、クレアローデッキはやばい。さあこれはマスキングデッキめっちゃ刺さりますね。あまり見かけないクレアローデッキに当たってしまった。まああまり見かけないって言ってもいるんですけどね、普通に。さあこれはどうしようかな、まあ、ソフトクリームかな。こっちスナップ
ソフトクリームオーナーにてんとかが全処理できる方法、まあ、メロディー最悪残しでもいいけど、うん、まあソフトクリームで事故らないことを祈る。ほらまたええのが出た。オッケーオッケーオッケー、むしろ優秀なぐらい。ただメロディーは処れないんですが、これはまあいいでしょう。応援剣で攻めましょう。クリーンデッキっていうかクレアローデッキはしんどいな。ご主人様になってくれます。マスキング打ったらすかさずディアハン打つぐらいの気持ちじゃないとクリーンされてしまいそう。あれマスキング来ないぞ。3ターン連続来なかったってことは次絶対来る。引いてもディアハン引いてきちゃってるしな。我が異術の神ご覧に入れよう。さあクレアローが来ないことを祈るっていうのが結構必要になってくるかもしれない。なるほど、チョコフィップで攻め。これはオーメン剣が残るかな。オーメン剣が100残りますね。300、うん、残りましたね。さあどうしようかな。メロディーかな。ここはどうだ。メロディー使って、でもホイップ外したらしんどいか。でそこでラッキー。お腹いっぱい食べてね。難しいな。一回花ちゃんで守る。あ、攻める。ここからどう攻めるのか。あ、まあこれが一番無難かな。この後バッキンで、うん、それで行きましょう。まあ、ただクレアローが出てきてバッキンもオーメン系も処理、ハナちゃんも処理っていうのが目に見えてるけど仕方ない。とりあえず処理優先で行きましょう。ここはチョコホイップ残しはすごい厄介なので、まあ、最悪クレアローいなかったらバッキンとオーメン系がいい感じで活躍してくれる可能性もあると。さあマスキング来た。ここでクレアローが来ればマスキングがいい感じで生き残る可能性もある。さあバキュンプロテクター。なるほど。さあこれオーメン剣を処理してくるのか。次ターンクレアローの可能性が非常に高い。クレアローでした。あ、ただこれオーメン剣残ってるかな。なんか全員残り。なるほど、全員どこにか。これはクリーンされたとはいえでかいぞ。単純に処理が簡単になっているし攻めやすいので、マスキング使わずでしたがいいんじゃないかな。でこれどうしよう。ソフトクリーム使ってもなあんまり意味ないな。ただクレアローを処理するためにはソフトクリーム必須。まあいっか。ここはここはいいや。クレアロー残しでいいでしょう。どうせクリーンされてるんで、まあ別に処られても処られなくても。さあラムちゃんにはリンクしなかったねしなかったけど、まあ自陣硬いしそこそこラムちゃんの回復も入ったので、まあ、この位置のラムちゃん結構嫌だと思う。処理や処理づらいんじゃないかな。さあ守り、オッケーオッケーオッケー。ヘイト稼げましたねラムちゃんで。さあクリーンサイトバッキンとハナちゃんが処理される。どうだ処理、クリーンサイトオーメン剣が処理される。なんか綺麗に掃除されていってる気分だな。悲しい。さあ自陣で川崎で守りですね。なるほど。どうだ。まあここはどうしようかな。 BKB 処理たいけど、まあ、攻めでもいいよな。バースト来るし攻めでいきましょうか。ここは、まあ、メロディーでもよかったかな。クリーンされること考えたらその位置メロディーでもよかったかもしれない。まあでもとりあえず攻めていきましょう。もうご主人様になってくれます。さあ残り700ファイティングバースト残してるの でバーストも来るし、まあ、ほぼほぼいけるとは思うけども。さあバーストで100ダメージ。
なるほど、攻めてきましたね。ここでバキューンで攻めてきた。次クレアロー守りかな。さあただお面剣のダメージは発動で200ダメージ、残り400で200回復もする。さあでからのどう来るか、まあ、自陣固めないと400は基本いっちゃうので、おそらく自陣固めてくると思うんですけど、さあ攻めてきたというかチョコホイップで、なるほどそこ配置か、スタバネを処理に来たんですがね。さあお化け残りでソフトクリーム来てるので、これはソフトクリーム6番配置でバーストも来るしプロテクター入ったけどファイティングバーストもあるのでいけますね。なのでここは確実に倒しきるため、あでもソフトクリーム次第かな。ソフトクリームとりあえず打って、まあ、ソフトクリームがどう入るか、ヒーラーに入ったのでこれはいけますね。 OK200 入ったのでバッキンガムリンクでいきましょう。はい、ということで2試合目も勝つことができましたね。いい感じマスキングデッキ。さあどういう結果になるか、105連勝目かな。さあ5連勝で172からの 148OK 戻ってきましたね。はい、ということで今日はマスキングデッキを久しぶりに紹介してみました。でこのピリオド、今まで使ってたハーモニーデッキだとなかなか対応できない、環境に合わずに勝率が上がらないっていう事態がこう最近ここ数日起こってしまっているので、まあ、ちょっとハーモニーデッキも新しい編成を考えつつもマスキングデッキも使っていきながらランク戻していって最終日追い込みかけられるように頑張っていきたいなと思っています。はい、ということで本日もニャープタイムは始まっちゃったので本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。